こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます、今日は2023年はこうなる、こちらについてお話ししていきたいなと思います。2022年を振り返りますと、コロナ禍において未だ完全なるこう収束が見込めずですね、まだまだ振り回された、そんな1年なんじゃないかなというふうに思います。そしてだんだんね、ウィズコロナといって、昨年に比べてはね、人が行き交うような、そんなような年になりましたけれども、まあ、まだまだね、不安を抱えていらっしゃる方も多いんじゃないかなというふうに思います。2023年は少しそこは軽減されると思います。皆さんが本格的にウィズコロナとしてうまく付き合っていく、そんなような時代になっていくんじゃないかなと思ってます。もっともっと今年よりも人と人が関わったり出会ったり、人と人との絆を深められるような、そんな年になるんじゃないかとも思ってます。なので、なんとなくね、こう暗く来た方はですね、少しこう前向きな気持ちを持って、明るい気持ちを持っていってほしいなというふうに思います。まあ、特にこう人と関わるようなお仕事をされてたり、人に来てもらわないと商売にならないっていう、まあ、飲食店なんかは特にダメージを受けましたけれども、来年は大きく期待できるんじゃないかなというふうに思ってます。そしてですね、何よりもすごくこう変化、この変化を感じる年になると思います。変化するということはいいことなんですけれども、水星人が大殺界、プラスマイナスともに大殺界が当てて、水星人というのは初代運の持ち主、そして経済不動産を持っている、そんな水星人がこう大殺界を開けます。そうすると、まあ、新たな改革ですね、新たな改革だったり、新しいこのルール、そういうものが変わってくる。そして、そういう時代の流れに乗れるかどうかということがとても大切になってきます。変わる、そして良くなるということはとてもいいことなんですけれども、やはり今一度振り返ってほしいのは、古き良きものを切り捨てるのではなく融合するということです。これを忘れないでほしいと思います。かつて、戦後ですね、この日本は多くの人ががむしゃらに働いて今あるこの豊かな国を作ってきました。しかし、その分皆さん何か失っているものはないでしょうかということです。経済だったり、いろいろなものが豊かになった、便利になった、その反面、心の豊かさというものを失っている気がします。かつては道端に咲いている一輪の花を見てもありがたい、自然の恵みにも感謝する、そんな日常だったと思います。家族や周りの人に感謝し、そしてその人々の健康を祈り、そんな温かい身近があったと思うんですね。でも現在はどうでしょう。とても人間関係が希薄になってきてしまった。家族もどん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 核家族になり、家族としての助け合い、協力のし合いというものがかつてよりは減ってきてしまったように思います。大事な心の豊かさというもの、これを見失わないようにしていかなければいけないと思っています。やはり人間の基本は衣食住です。これを満たすことは大切ですけれども、その分あまりにも過剰に満たそうと思いながら、大切なものを失ってはいけないということですね。来年はですね、いろんなものが変化する、そしてそれの時代についていけない人はちょっときつく感じるかもしれません。積極的に若い子だったり、これから新しいことをやっていく人とも関わりつつ、昔の古き良き、そういうものを伝えて残していく、これも大切だと思います。やっぱり若い人も、年を重ねた人もお互いの意見をしっかり、発信しつつ、それを皆さんが素直に聞いて融合できる、そしていい結果を残すという、そういう先駆けになるような、年になるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもですね、できることからやりましょう。ご自身の親だったり、祖父母だったり、少し疎遠になっていた人たちとも関わりを持って、自分とは関係ないいろいろな話も聞きつつ、それを学びに変えて生かしていくということを実践されたらいいんじゃないかなと思います。2023年こうなるっていうのは、はい、何かの成人が、うん、優位に立つからそうなってくるんですか。そういう、そうですね、やはり基本的には、まあ、何星人が大殺界を受けたとか、またどういう運気になっているということもそうです。年回り干支ですね、その干支に関する性質というものも含め、トータルで見ていきます。
ここ数年は水星人プラスマイナスともに大作家入ってましたので、世界的にも経済が低迷したり翻弄されるような年になった。そして特に独立心旺盛、そういう水星人ですから、個というもの、これが今後どう生かされるかということをとても考えさせられた年だったと思います。まあ、そこがね、やはりこう大作家開けていくと徐々に少しずつ経済も回復していく、そんな見込みが立てられるんじゃないかなと思ってます。なるほど。ってことは逆にその開けたじゃなくて入っちゃった年も影響してるんですね。そうですね。なんで2023年は木星人がプラスマイナスともに大作家に入っていきます。やはりこう基盤となる過程だったり、調和するということ、これにこう賭けが出てくるような気がします。なんでまあそういう基盤を見つつ、ご自身たちがどう動いていくかということ、これがとても大切になってくると思います。具体的にこんなことになりそうみたいなのあります？日本の経済のこと、みんな値上がりがこんなになっちゃったりとか、はいはい、でもう給料上がらないとか大変なことになってますよね。うん、まあこれはなかなか難しいと思います。ただそれの先駆けになるようなことっていうのは起こってくると思います。古き良き体制だったり、まあ古いもの、まあ、こればっかりにとらわれず、新たな改革が起きるということ、ここがポイントになってくると思います。ただし、こういう改革というのはすぐにそれが改定されるわけじゃない。この来年のうちにそれが大きく変わるというよりかは、これが変わっていくような流れになっていくということですね。まあ、そんなような年と考えられるといいと思います。じゃあいいふうに考えて、はい、いいってことですね。いいと思います。うん、そう。ただしやっぱり気をつけなきゃいけないのは、完全にこれ切り捨てるということをしてしまうとこの世の中良くなりませんので、ですから融合していくということを念頭に置いて、みんなが動いていけたらいいなというふうに思っています。ということでいかがだったでしょうか。皆さんも、良き年となりますように、いろいろ振り返って、見てください。そして今言ったポイントを心に置きながら良き年をお迎えください。皆さん、いつも六星占術のあなたの運命ご愛読いただいてありがとうございます。12月の5日より紀伊国屋書店さん、蔦屋書店さんをメインとして、全国で、数量限定にてこの開運本が発売されます。数量限定ですので、皆さん手に取ったらラッキーということで、この開運本探してみてください。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。